はい、こんにちは。ソニーショップテックスタッフ店員佐藤です。今日は、Xperia 1 Mark 5とですね、そして、ヘッドホンの WF1000X Mark 5、そして WH1000X M Mark 5で、こちらのですね、機種ヘッドホンとの組み合わせで使える、ヘッドトラッキング、立体音響のヘッドトラッキングの、テストをしています。そして、YouTube でですね、に出ているあのマルチチャンネルコンテンツ、これの再生を、Xperia Mark 5で再生することで、ヘッドトラッキング機能が使える。ヘッドトラッキング機能とは、こういうふうな、コンテンツに対して、右を向いたときに右の方から、左の方から音が聞こえてくるような、音像が固定されるようなことをやってくれるんですけども、その動画をですね、自分で作ることもできます。今使っているこの撮影機材はですね、α6700 と、新発売の ECM-M1 マイクを使っています。ACM-M1 は8つの主音モードがあるんですけども、こちらのですね、前後の音声の指向性を持ったものを LR に分ける、セパレートチャンネルの録音をしています。これを Adobe Premiere Pro に、で編集するときにですね、L チャンネルの音をセンターチャンネルに、で、R チャンネルの音をリアチャンネル2つに割り振ることで、これで 5.1 チャンネルの出力をすることをして、それを YouTube にアップロードすることで、ヘッドトラッキングが使える、YouTube 動画になります。今この動画をですね、Xperia 1 Mark 5で、ヘッドホン、この2つのどちらかで使ってヘッドトラッキング機能を使っていただいて再生している方だと、正面にこうやって音はあって、ふっとこういうふうに見ると、音像がですね、そのまま正面に固定された形で私の声が聞こえていると思います。あいにくリアチャンネルの方はですね、何も壁なので音がしないんですけども、私の固定音声がですね、前方に固定されて聞こえると思います。で、この方法はですね、ステレオでも使える、やることができるので、ここでちょっと、録音をですね、ステレオ集音に切り替えてみようと思います。はい、今音声をですね、ステレオ集音に切り替えてみました。ステレオ音声の時は 5.1 チャンネルのうちのですね、LR チャンネルにだけ音声を振っています。なので、この音声は、LR で前方の方に固定されていると思います。この距離だとちょっと電車の音は LR には振られないと思いますけども、いかがでしょう。これで、やっぱ首振ってみると前方に 音の塊みたいな形で、音声が、固定されているんではないでしょうか。ぜひ、Xperia 1 Mark 5とこちらの2つのヘッドホンお持ちの方は試してみてください。